名前、グラミー、ハートフィリア財閥に雇われていた使用人、ルーシーの母親のレイラ・ハートフィリアの使用人であった。レイラは、王道十二門である、アクエリアス、キャンサー、カプリコーン、の、三つの鍵を所持しており、精霊魔道士を引退する際、アクエリアスの鍵を預かった人物が、グラミーである。ちなみに、キャンサーは、使用人のスペット、カプリコーンは、使用人のゾルディオに預けていた。グラミーには、子供がおり、後のスプリガン12の一人、ブランディッシュミューである。その後、グラミーとブランディッシュは西の大陸、アラキタシアで生活。しかし、X777 年、7月7日に、レイラは、王道十二門の鍵を使って、過去と未来をつなぐ扉、エクリプスを開こうとする。が、遠い西の大陸にいたグラミーに、連絡が届くのが遅く、王道十二門の鍵の一つである、アクエリアスの鍵が揃わなかった。レイラは、自身の生命力で、アクエリアスの分を補い、扉を開けることに成功するが、そのことが原因で、魔力欠乏症になってしまう。グラミーは、自分のせいで、レイラが病気になったことを気にして、アクエリアスの鍵をレイラに返す。レイラの見舞いの帰り、レイラ衰弱の原因であるグラミーを恨んでいた、ゾルディオに殺されてしまう。その後、レイラも衰弱で死亡。一つの連絡が遅れたせいで、グラミー、レイラが死亡し、母親の死亡が原因で、ルーシーと父親の重度の関係が悪化。ゾルディオは闇落ちしてグリモアハートへ。ブランディッシュは、レイラが母親を殺したと思い、復讐を誓う。連絡遅延がもたらした、悲しい負の連鎖であった。連絡が遅れずに届いていたら、レイラが生きていて、ルーシーとブランディッシュが幼馴染で仲良し、なんていうストーリーがあったかもしれない。大切な連絡ほど早く伝えましょう。